してラジオネームトゥーパンプさんからいただいています。雨上がりで気持ちがいい日になりました。今日も県外茨城県に来ていますと。これから海が見える地元の食堂で地元の人たちと一緒にお昼ご飯を食べます。潮風の中で食べるお昼ご飯は最高です。群馬に帰ってから録音したあーちゃんのラジオを聞くのが楽しみです。今日も一日一緒に頑張りましょうといただきました。あ、じゃあこれを聞いてる時にはお仕事が終わって茨城から群馬に帰る時なんですね。今日も一日お仕事お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。そっか、いいな、潮風の中でご飯食べてるのか、いいな。群馬県はね、海なし県なのでそういう経験はないからこそ、こう海に触れた時にこういいなって思うんだもんね。それも特権ですよね。はい、続いていきましょう。ラジオネーム太っちょ塾講師さんからです。先日あーちゃんがラジオで紹介していた、オリンピック支店小林さんのメンチカツを食べましたと。あと唐揚げとコロッケも我慢できずお店を出たところですぐにいただいちゃいましたと。あー、そうなのね。そう、私もリスナーの皆さんに教えていただいてそれで食べたんですよ。めちゃくちゃ美味しかったですよ。で、なになに、あまりの美味しさにびっくり、すぐにお店に戻りメンチカツ2個とコロッケ2個とハムカツ1個を追加購入したそうです。すごい食べますね。こちらもすぐに完食させていただきました。いや、本当に美味しかったです。絶対にまた買いに行きたいですと。うわー、すっごいいっぱい食べますね。いや、でもね、本当に私も小さな頃からこう新聞紙でくるんでくれるようなお肉屋さんのコロッケが大好きで、よくおばあちゃんのね、お使いの、お使い頼まれてよく行ってたんですけどね、おじいちゃんおばあちゃんが作ってくれるあったかいねコロッケとかメンチとか美味しいんですよね。あー、よだれ出ちゃいそうあと、この前もラジオで聞いてきたっていう人が来たよってお店の人が言ってました。あーちゃん効果ですねと。おー、すごい嬉しい。それはね、ここ前橋のお店屋さんなので、こういう風に前橋がね活気づくといいですよね。わ、嬉しい。だから皆さん、リストの皆さん、何かこう前橋で美味しいお店とかがあったらぜひあーちゃんに教えてください。そしたら私がマイクを通していろんな人にね広めていきたいなと思います。ぜひよろしくお願いします。